今日もリス君についてまとめてみたよ。ケープアラジリス。僕はケープアラジリス。アフリカ南部のカラハリ砂漠に住んでいる。砂漠って言っても低い木は草なんかはいくらか生えているよ。そしてたくさんの雨が降った後にはこの乾いた土地も草で覆われるんだ。僕らは群れで暮らしていて、仲間がケープコブラとかの敵に襲われそうになるとみんなで追い払うんだ。尻尾を大きく見せて威嚇するのさ。暑い日中は自分の尻尾を日傘代わりにして暑さをやり過ごすのさ。アメリカモモンガ。僕はアメリカモモンガ。僕もリスの仲間だ。僕は北アメリカの寒い地方に住んでいる。でも僕たちアメリカモモンガは冬眠しない。冬の夜だって動き回るんだ。凍えないように活発に動き回るんだ。冬になると大地も雪で覆われる。雪の上を歩いて餌を探していたら、それでもやっぱり凍えちゃう。だから僕らは木と木の間を滑空して、つまり飛んで移動するんだ。僕の前足と後ろ足の間には膜が張られてて、そのおかげで木から木へと飛び回れるんだ。時速30キロで80メートルも飛べるんだぜ。すごいだろう。今日も見てくれてありがとう。またねー。